はい、というわけで、まあ、このね陽気な BGM としてリトルキノコにやってまいりました。まあマメリア王国とねかなり差が開いて2つ目の街という感じです。まあ、終盤の街なんでね、装備も結構いろいろあったんですけど、まあさもう買い物とか先しちゃって、まあ、リトルキノコ、説明の時にね、これを使うドラッグなんだよね。OK。少し休んでリトルキノコ見てもらおうということでね、まあ観光することです。じゃあ、まあちょっと観光していきましょうか。お、何？無敵！無敵！無敵キノコだよー！キノコ王国から流入した1アップキノコと無敵スターをミックスした夢のようなキノコだな、確かに。ワンナップキノコとさ、スターをさ、ミックスしたら確かに最強に見えるよね、確かに。さあ、で、無敵キノコはムキムキになれるかな。美味しいのかな？さあ、どうなんでしょうね。あなたはだんだん、キノコっぽくなる。キノコっぽくなる！キノコ、もうなってるよ！こにちんは PG へ向かって右側の部屋にいらっしゃいますと。新人です。緊張してます。どっちも新人じゃねえか、これじゃあ。あ、PG 休んでんね。マリオ様、ルイージ様、マメリアで問題となっていたゲラゲモノは倒したそうですね。完全に滅ぼしじゃないっていうのがね、どうしてもって感じありますよね。マメリアとキング、まあ確かに、今の、みんなからしたらそうなのか。マリオ、ルイージ、ここはミニギアと呼べせ、はっはっはっは、無敵キノコに誘導するな。キノコ国は取り入れてみてはと思っています。マリオ、もう一度、取り入れようとするな。行くぞ。くそ、あえて行かなかったのに。ここはミニギアですね。実際どうだい、ゲームやっていかないと。まあ、コイン使ってミニゲームをする。ナイススコアを叩き出せば、無敵キノコをタダであげるよ、と。この人はずっとやってるから、あれだね。上の方にある。あー、これ使えるんだ。まあ、やりましょう。どんなゲームだっけ？え、なにこれ？兄弟一番人気ないヒゲパチへようこそ。あー、あったあったあった。何やったっけな？どうやってやんだっけな？パックン、こう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 。あの、パックンフラーに、こうやって、キノコを食わせるんですよ。ほら、こういう感じに。爆発しちゃうと、ボム兵が入ると、口が逆転するんですよね。思い出した思い出した。こうやって入れてって、A と B で、こう。ここに入れてって、入れてって、ボム兵が入ると、口が逆転するんですよ。はい、ね。難しいんだよ。割と難しいぞ、これは。いけた、無言になってたもん。もうナイスコードね。いや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 、無敵キノコをもらった。色が毒キノコなんだ。なんで食うかな、その場で。あ、おいい食べっぷりだね。あ顔が真緑に。あー、マリオ。どうですか？緑に変色した顔からして、この症状は、豆熱に違いないです。豆熱。この土地の食べ物に慣れていない観光客、そうだね、豆エリアだからね、このところは。それで、治るんですか？薬があれ、内陸薬が切れてしまっていて、このままとマリオ様あと3日で豆になります。豆になりますってすごいな。どうしましょう。少し危ないですが、町から降りて西に行ったところに爆笑遺跡という、爆笑遺跡はい、爆笑遺跡の地下に入っていると言われるクラピコ草という草が豆熱にとても効くのです。さすがにこれはルイージに行くんだ。ルイージも行くよね。そうだよね。デヘヘヘに関しては、ノーノー言うとったけどね。兄弟のことに関しては、ルイージも行くってことよ。ちなみに最近の操作によると、おー爆笑遺跡で、この恐ろしいモンスターが住み着いているそうです。
まさにこう、ごめんなさい、襲われた者は俺の中で逃げ、そんなこと言うたんだよ。ルイージ、まあ、なんと恐ろしい。でもルイージらはきっと大丈夫ですよね。ね、大丈夫ですよね。マリオのためですものね。いきますよね。ピーチ姫さ、怖いんだけど。足が震えてる。足が震えてる。素晴らしい兄弟愛です。そこで嫌がる体を気力で動かしてるんです。ルイージ、今たら、いや、無事に帰ってきてずっとお祈りしています。ここからルイージはですね、なんと、ジャンプができないんです。これ。何一つジャンプができない状態になるんで、この状態でしかも、ルイージのみで、しばらくの、うわぁ!マリオの HP が1に!マジか!マリオの HP1 になってる。へぇー。細かいな。だからしばらくルイージで、この状態で動かなければなりません。どうしましょう?ってことは、どこに行けばいいのかなとなった時に、あ、降りちゃったと。登れません、これでは。ああ、この家にた、この家の人が助けてくれない。あ、あれ?最近趣味で始めた、催眠術にハマっちゃって。今じゃ毎日誰かを連れ込んでは怪しげな催眠術とかけてるみたい。もしかして、雪乃さんに、ああ!あなたですか?おや。あなたも私の催眠術に興味がおありですか?おや、随分と緊張していますね。まあ、あんな化け物見てるからね。まずはゆっくりと深呼吸するといいでしょう。どうですか?落ち着いてきたでしょ?ところであなた、何やらマリオのような格好をしてるでしょう。なんでルイージって認知されてないんだよ。マリオはあなたの憧れですが、認知されてねえのかよ。それならあなたをマリオにしてあげるでしょう。おお、なるほど。さあ、目を閉じるでしょう。今からあなたはマリオになるでしょう。お得意のジャンプで危険に立ち向かう。ルイージも得意だよ。そんなスーパーヒーローのマリオ、それはあなたでしょう。ほら、なんかマリオっぽい気がしてきたでしょう。あなたはマリオ、なんだかマリオ、だんだんマリオ、もうすぐマリオ、とにかくマリオ、たー目を開けるでしょう。え?さあ、こちら、え?おおいや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 、これは逆にどういうこと?あなたはマリオでしょう。ルイージだよ。ルイージだよ。なんで?どういうからくりだ?こんな催眠術にかかりやすい初めてでしょう。マリオ&ルイージ RPG とかでやっぱルイージがこうやって注目されたのってのは、こういうルイージの一人活動の場面ができたってところなんだと思うんだよな。だからルイージも影濃くなったからね、今では。2番手って言われてはいるけどね、影濃くなりましたよ、ルイージも。行きましょう、ルイージ。いやー、大丈夫かな。戦闘も一人だからね、気をつけてね。戦闘あるとしたら、あると思うよ、確か。俺はあるって認知してるぞ、戦闘。今、彼はね、自分がマリオだと思っています。ほう。今のところガンガン進んでんね。あれ?ウフマウンテン?ここは。ウフマウンテンにも行けるのか。こっちで合ってるっぽいけどね。やっぱ苦笑遺跡はウフマウンテンの方角でもあるんだね。なんだこれは?なんだこのあからさまな。やばいのは。おら!うわ!はい。え?あ、あ、こういう。はい。タイミング合わせて。はい。タイミングを。合わせて。いやー。はい。あ、なるほど。青に変わる一瞬ってことね。
はい。青に変わる一瞬。はい。ここ。はい、OK。はい。はい、あー1、2、3、4、5。はい、ここ !OK! 最後はランダムだったのか。何回かミスった、ここに来るまで。うおー、なんだ、確かに爆笑、恐ろしい化け物みたいな見た目してるけどな、これとしてんで。さあ、扉が開いたぞ。いるなー、ルイージ一人で頑張って。ゴールイジー、大丈夫かな、なんかいるぞ、誰だあいつ、う、オーラだ。リンボーボルス、あんま敵で会わない方がいいかもしんないぞ、お前。なんとか倒せるか。何くんの、どういう技、はい、よいしょ、オッケー、危ない、経験値少ないね。ほう。はい。あ、なるほど。マリオの原作みたいに、こうやって飛んでいく感じのやつね。こういうアクション要素もあるのか。おお完全にマリオのアクションみたいになってる。すげえ。アクション要素が。スイッチ。こっちを押すとこっちが下がる。あー。青が下がる。まあじゃあ上行けるね。はいはい、上行く。でも緑を下げたいな、そうすると。緑を押すとどうなるんだろう、ここで。はい。緑が下がる。緑が逆転するってだけなのかな、単純に。単純に緑が逆転するっていう考えでいいのかな。で、赤を下げるとどうなる？赤が逆転する。赤の位置がこうやって逆転するってことは、ことはだ、緑の位置を再び逆転させないといけないから、この状態で緑を叩く、緑が上がる、で緑を上に上げる、はい。で、青を逆転させる。そうすると青で上側ね。オッケーオッケーオッケー、そうや。今一瞬その曲がりようとしちゃったけどね。その曲を見逃してくれる人いたからだろうか。で、こうか。なるほど。やっぱ謎解きが多くなるんだね、こういう時は。一人の時は謎解きが多くなる。うわ、オーラだ。オーラだ。オーラはでも、やることはわかるから、リンボーボルスってなんだよ、お前。この野郎、よし、気をつけて、うんー、よい、オッケー。一撃が致命傷になるからね。これを押すとどうなる、うわ、岩だ。よう、ヒゲ親父、よくここまで来たな、なかなかやるじゃねえか。マスターじゃ、マシリはこれを恐ろしいモンスター、あ、こいつが恐ろしいモンスターだってことになってたんだ。勝手なことばっかり言って、ムカつくぜ。あー、イライラする。胃がキリキリ痛むぜ。わかるぜ。おそらひげ親父。俺のストレス発散に付き合ってくれよ。30秒間、よきずるけるだけだぜ。オッケー。そうこなくちゃな。30秒間ね。はい。あー、足場から落ちたらか。え、これがボスか、ある意味の。え、どんな感じ？はい。あ、動けない。で、十字キーで落ちる。こんな感じね。あ、今来る。で、こう。はい。あ、こういう感じのね。オッケー。オッケー。任せろ。はい。はい。真ん中位置？真ん中位置して。真ん中位置して。はい、ぴょん。ぴょん。ぴょん。はい。ぴょん。ぴょん。はい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 。ああ惜しい。あと少し。優しい。その場シャンプーがいける。
よし、無言でやってた。何回か失敗したからもう無言でやってんじゃん。おお、サンキュー。だいぶストレス挟んできたぜ。心が解放されたような感じだ。まだなんか先にあんの？でも恐ろしい怪物は超えたけどね。ありがとう、ヒゲおじ。もう行っていいぞ。町のみんなにお前怖くないよと伝えてくれ。なんだろう。あー、ありがてー、クラピコソー。これじゃあ戻って、あ、で、ここに出てくるのか。え、なに？なに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 ？何が起こった今？自分は何をしているか、今？マリオさんのために爆笑遺跡クラピスを取りに行ったんでしょ？取ったよ？お前、今まで気づいてなんか、なんで自分で気づいてないんだよ、クラピコソー。そう、雷で、そうだよね。雷で催眠術が解けたんだ。ま、でも待って待って、これってさ、マリオが使えない状態で。ルイージさん！ピーチ姫が！ピーチ姫！ルイージー、初顔合わせじゃねえか。クッパだと思ったんだよ。違うんだ。いつ、誰がクッパだって？人違いじゃないのかい？私は、ゲラゲモーナだよ。クッパにゲラゲモーナ様でね、佐々木ハンナルルルルル。体がクッパでも頭の中がゲラゲモーナ様でね。今度は声なんかじゃなく、ピーチそのものを盗ませてもらうよ。そうだよな。ずっとかくまっておくべきだったんだ。マリオ動けなかったんだもんな。マリオー、マリオー、マリオは気づけなかったわな。マリオさん、ピーチ姫が、マンマミーヤじゃないんだよ。泣いてるマリオのマナルでしょ。お主らがついておる、なんということ。ジーム中はまだ縮みそうだ。女王様、クッパ、いや、ゲラゲモーナ、いや、ゲラクッパがメッセージを届けました。それ 3DS だ、 3DS になってる。私が簡単にやると思うんじゃないよ。さて、このメッセージは一度しか言わないからよく聞くんだよ。ピーチ姫は無事に返してほしかったら、4つに散らばったスタービーンズを集めてよこしな。スタービーンズを4つ全部見つめたらまた連絡するわい。おお、やはりそうきたか。今度ばかりはやられましたぞえ。仕方ない、とりあえず言われた通りスタービーンズを集めよう。実はスタービーンズがどこに落ちたのか大体分かってはいるんだ。なるほど、今まで行ったところもちょっとあるね。先に全部集めるマルボザーズか、それとも僕か。うおー、桁がすごい。競争しようじゃないか。おいえじゃない。俺行けの僕は負けないよ。今からスタートだ。
ジーの金はデーバレーに落ちたスタンビーズならすぐ見つかりそうな気がしますぞと。まずはこのスタンビーズを見つけに行こう、お勧めします。これなんかまずそうじゃないと絶対いけないはずなんだよな。じゃあ行きましょうか。